リーなんですけど、はい、よろしくお願いします。今はね、あの呼び込みのフリーランスでやってますんで。じゃあ、はい、じゃあ名前はあ、じゃあお名前は何ですか？呼びです。呼び込みなんです。呼び込み？はい。呼び込みって何の仕事ですか？あのお客さんで連れて行って、例えばお店で引っ張って、あのお店って KTV？ そう、KTV。フィリピンパブでしょ？そうなんです。ああ、それの呼び込みなんだ。はい、私の仕事はね。それはもう長いんですか？はい、結構5年ぐらいで働いてます、ね、5年ぐらい。じゃあ5年前はどこで働いてたんですか？ね、日本も働いたんです。日本で？日本も。日本にも行ったことある？行ったことあります。あの昔タレントなんですけど、19歳から働いたです。19歳からずっと日本にいたんだ。ずっとじゃないけど、だいたいね4年ぐらいで1回千葉県で行って、3ヶ月でちょっとランアウェイしたんですよ。その後にあの私はあの帰りたくないけども、うん、でも厳しくなったフィリピンはね、うんうん、あの捕まったらもうモンキハウスで行くから。あ、モンキハウスに。でも私自分であのイミグレーションで行ったんですよ。捕まったらモンキハウスなんだけど、自分から行ったら大丈夫なんだ。そう、大丈夫になったんです。すごい、はいはい、それで自分から行って、はい、それでフィリピンに帰ってきたの。はい。一番初めに日本に行ったのは何年？1995です。1995年。はい。あ、すごい昔だね。はい。で、あの2000年までです。で帰ってきて、うん、でまた日本に行ったんです。うん、5回ぐらいで。あ、5回日本に行ったことあるんだ。はい。例えば千葉県行ったでしょ。で東京とか大阪とかって。大阪は行ったことありますね。どこが一番良かったですか？長野がいいな。長野？5回日本に行ったじゃないですか。じゃなくて、あの前ランウェイした時にはあれが千葉県でランナーウェイして長野まで行ったの。はい、長野県です。わ、すごい。はい。そのランナーウェイしたのはボーイフレンド？はい、じゃなくてフィリピン人です。が助けてくれたんだ。おいでってよ。おいでって。はいはい。それが長野県まで。はい。その時にはお店でやってますんで、はい、例えばあの入管で来る捕まっちゃうでしょ。あのいきなり山で行きます。え、山って何？マウンテンで、あのそこであの1ヶ月ぐらいで仕事しないです。それ隠れるってこと？隠れられるのことなんです。隠れるの？そうなんです。山に隠れるの？そう、本当ですよ。嘘じゃないです。本当に大変です。みんなちょっと涙で出てますよ。でそれでもし例えばイミグレーションの人とかがいなくなると、また、うん、また降りてくるの？ そうなんです。すごい。また降りてきます。だいたいね、お店から1時間半ぐらいでかけて山に逃げるんだ。はい、逃げちゃうです。すいません。それで4年いて戻ってきて、はい、またしばらくしてから日本に行ったんだ。はい。で一番最後にフィリピンに戻ってきたのがいつ？最後2005年なんです。2005年からずっとフィリピンにいるんだ。フィリピンなんです。その後にちょっと2010年からマラティで5年ぐらいでママにしたんだよ。呼び込みじゃなくてお店のママをやったんだ。そうなんですけど、最初はね。お店のママと呼び込みはどっちがいい？やっぱり呼び込みがいいですね。気持ちが楽。気持ちが。ストレスもなしで、だってタレントが面倒見えるから。疲れちゃうね。一番大変なんですよ。かわいそうでしょ、子供みたいな感じだから。あ、家は買ったの？あ、家は買ったなんですけど、自分であのお金で集めて買いたいなと思ったんですよ。買えたんですよ。それは日本のボーイフレンドに買ってもらったんじゃない？あ、じゃないなんですよ。だけどあのそのうちにもう1回でセールしたんだよ。うん、ちょっと困ってて、はい、ほとんどの私の兄弟は仕事がなしで助けてあげてますよ。だからお金が必要で家も売っちゃって。そうなんですよ。家族に助けてあげたんだ。はい、そうなんです。偉い。じゃあ最後に、はい、仕事してお金稼いだら何をしたいですか？あの時はもう私の家が
ケンスターでちょっと一緒で家を売っちゃったから、売っちゃったから、でその残ったのお金も私があるから、ま、少しあるから、その後にあの土地が買ったんですよ。すいません、はい、土地、土地を買ったの、はい、土地でブラカンに買ったんですよ。2000、大体2004年ぐらい。もしもう少しもらったら、はい、そこに家を、なんか家が建てたい、建てたいです。土地はあるんだけど家がないから、家がないからやっぱりね、頑張らなくちゃいけないからね。わかりました。じゃあインタビューありがとうございました。はい、大丈夫。家をちゃんと買って、ね、はい、お金稼いで家を買ってください。はい、そうですね。ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございます。じゃあね。はい、どうもどうも。